ノーマッドは北米市場向けの携帯型ゲーム機。日本では未発売。なお、香港では北米内でのメガドライブをジェネシスと表記する。ノーマッド全面。赤いボタンは電源ボタン。電源ボタンのそばに DC 入力端子のポートがある。右端はテレビ出力用のポートである。メガジェットを元にした携帯機種である。 画面がなく AC アダプタが必要なため実質的には末置き機だったメガジェットに対しノーマッドには3.25インチのカラースクリーンが内蔵され6本の単三電池で動きジェネシス対応のゲームソフトで遊ぶことができるため携帯式ジェネシスとして機能したしかしパル NTSC 切り替えジャンパーが搭載されていたにもかかわらず ヨーロッパやオーストラリアのパルが採用されている地域では公式な流通がなかった。音声、映像出力端子もあり、テレビにつないで遊ぶことができる。テレビにつないだ状態でも本体の画面も動作する。単体ではカズト用だがコントローラーパッド端子もあり、二人で遊ぶことができる。開発時のコードネームはプロジェクトビーナス。 これは当時のセガがコードネームを惑星の名前から取っていたためである。メガジェットは旅客機内の貸し出しサービス向けに作られたメガドライブの編集である。ゲームギアに続く新たな携帯ゲーム機開発を視野にセガはタッチスクリーンの採用を考えていた。しかし当時その技術のコストは非常に高く、本体コストの見積もりまで高くなったため見送られ、 ジェネシスの携帯型として開発が決まった。1995年10月、北米限定で 180US ドルの価格で発売された。セガのアメリカ法人で、かつて調査、開発部門のリーダーを務めたジョー・ミラーは、当初のマッドをゲームギアの代わりとするつもりがなく、日本法人側には携帯ゲーム機の企画がほとんどなかったと話している。 1995年の時点で、セガは、セガサターン、メガドライブ、ゲームギア、マスターシステム、キッズコンピュータ、ピコの5つのゲーム機と、メガ CD やスーパー 32X といった周辺機器のサポートを行っていた。すでに旧世代機となったメガドライブの売れ行きは、減少傾向にあり、セガサターンも、ソニーコンピュータエンタテインメントのプレイステーション相手に、 結行していた。そのため、この状況を見て、セガエンタープライゼス CEO の中山駿は,夫は、セガのアメリカ法人でも、サターンを中心とした戦略を立てることを決め、同年夏に、セガサターンを、北米で売り出すことにした。1995年4月末には、日本国内でのメガドライブ、メガ CD、スーパー 32X の生産を終了させた。これは、 発売前だったノーマッドの終焉をも意味していた。ノーマッドが発売されたのは北米セガサターンの数ヶ月後であり、発売の時期としては最悪だった。ノーマッドは苦戦を強いられ、1999年には50ドルまで値下げして在庫を裁こうとする業者もあった。最終的な売り上げは100万台にも届かなかった。 ノーマッドに内蔵されている MC68000。ノーマッドの CPU はメガジェット同様 MC68000。メモリやグラフィックサウンドの処理能力から見てノーマッドの性能は末置き機に匹敵するものだった。ノーマッドはバックライト式の3.25インチカラー画面を許しておりテレビにつないで遊ぶための AV 端子がある。デザインはゲームギアに近いものの。 ボタンの数が6つある点においては、高期メガドライブに近いデザインとなっている。また、ノーマッドには、赤い電源ボタン、ヘッドホン差し込み口、音量ダイヤル、マルチプレイ向けのコントローラ入力端子の差し込み口がある。ノーマッドは、単三電池6本で2時間稼働し、AC アダプタにつないで専用バッテリーを充電して遊ぶこともできる。 専用バッテリーの値段は79ドルで、市販の充電池ほど広く流通しておらず、ノーマッドの電力問題を解決するには至らなかった。また、ジェネシスのカートリッジはノーマッドにとっては大きすぎたため、使用中に本体を大きく揺り動かすとフリーズしたり、再起動がかかったりした。周辺機器のうちセガアクチベーター、チーム、プレイアダプター、メガマウス、 セガチャンネル、エクスパンドがノーマッドに対応していたが、パワーベースコンバーター、セガ CD やジェネシス 32X には対応していなかった。セガ CD 用ソフトが遊べないという問題自体は、後にロムカートリッジ用スロットへ接続する、導入ハードウェア、メガストにより解決した。ノーマッド専用ソフトは存在しないものの、メガドライブ用ソフトはノーマッドに対応しており、 ノーマッドの発売当時この機種で遊べるゲームソフトは500本以上あったということになる。初期のサードパーティー製ソフトの中にはノーマッドとの互換性に問題があるものもあったが、チートツールであるゲームジニーを使えば難なくプレイできた。前述の通りパワーベースコンバーター、セガ CD やジェネシス 32X との互換性に欠けており、マスターシステムや メガドライブの周辺機器との互換性もなかった。なお、ノーマッドにはリージョンコードも設けられていたが解除方法が見つかっている。ノーマッドは、その独自性と市場投入のタイミングの悪さから意見が分かれている。アメリカのゲーム誌、ゲームプロのブレイクスノーは、市場投入のタイミングの悪さや不十分な宣伝、バッテリーの燃費の悪さから携帯ゲーム機の 全世界販売台数ランキングワースト10の第5位に入れた。ゲームのデータベースサイトあるゲームのスコット・アラン・マリオットは失敗の理由は市場投入のタイミングの悪さ以外にもあるとし、ノーマッドの失敗は市場投入のタイミングの悪さと社内の不信感、そして本体のコストの高さが組み合わさって起こった。ジェネシスのユーザーは 第2の16ビット機を作ろうと薬器になりすぎていた。と話している。その一方で、イギリスのゲーム誌、レトロゲーマーのスチュアート・ハントは、古いゲーム機を解雇する連載で、ノーマットを取り上げ、本当の意味での16ビット機として初めて世に誕生した存在で、メガドライブの派生機種の中では一番の名作と、評した。また、 ノーマッドの中古価格高騰に触れ、セガが後のノーマッドに込めたコンセプトをメガドライブに以前に発送できていて、ノーマッドをメガドライブの真の後継機として売り出せていたら、アメリカでもっと長くメガドライブを売り続けるという元々の目標は達成できていただろうと述べた。ABC ブレイクスのザ・ジュワーストセーリングハンドヘルズ・オブ・オール・タイム。 gamepro.com2007 年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年1月17日閲覧 ABCDEF マリオットスコットアランセガジェネシスノマドオーバービューアルゲーム2011年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年10月18日閲覧 FAS トラビス、イグノ・プレゼンツ・ザ・ヒストリー・オブ・セガ。イグノ、2020年6月13日閲覧。ホロビッツ、ケン、インタビュー、ジョー・ミラー。セガ -16、2013年11月17日、閲覧。ABC ・ハント2009、P49、ウェズレー、デビッド・バーチャク、グロリア、イノベーション、アンド・マーケティング・イン・ザ・ビデオ・ゲーム・インダストリー。 アボイディングザパフォーマンストラップラウトレッジ P85 ISBN 9780566091674AB ハント 2009P48 テレオニオン公式アカウント2019年6月18日の発言ありがとうございます